アステラス製薬、アステラス製薬株式会社、アステラス製薬、英語、アステロスファーマインクは、日本の製薬会社である。2005年4月1日に、山内製薬と藤沢薬品工業が合併し、発足した、日経平均株価及びトピックスコア30の、構成銘柄の一つ。国内最大規模の営業体制と、両者の強みを融合した。 研究人を要し、2012年医薬品、売上高順位で、世界18位であり、武田薬品工業、同14位、第一三協、同19位、大塚ホールディングス、同20位、英材、同25位と共に、国内製薬メーカー大手後社の一つである。 2014年10月6日には医薬品2位のアステラス製薬が首位の武田薬品工業を自家総額で追い抜いた。9、山内製薬から引き継いだ、泌尿器領域の医薬、ハルナールベシキャ。9、藤沢薬品から受け継いだ、免疫抑制剤、プログラフなどを主力商品とする。2007年、平成19年からはコミュニケーションスローガンとして、 明日は変えられる。を制定している。自社製品、セフゾンにちなむ、ゾン、ふとし、セフビというマスコットキャラクターが存在する。社名の由来は、星を表す、ラテン語、ステラ、ギリシャ語、アスター、英語、ステラなどからの造語で、先進の星、大使の星を表現し、また、明日を照らすという意味をかけている。星をイメージしたデザインの車掌は、 フライングスターと称し、山の内の山と藤沢の不乗りがちはともなっている。山の内製薬と藤沢薬品工業の遠隔については各項目を参照。1990年代から加速した海外製薬企業の大型合併劇に合わせ、日本でも製薬業界の再編の必要性は早くから叫ばれていた。各社が方向性を手探りする中、 藤沢薬品の青木初尾社長、当時と山内製薬の竹中東一社長は互いを合併のメリットを引き出せるパートナーとして認め、交渉を進めてきた。アメリカに販路を持つ藤沢とヨーロッパに強い山内、天然物からの創薬を得意とする藤沢と合成医薬に強みを持つ山の内の組み合わせは、重点地域や主力医薬品が重複しないこともあり、早くから平野には、 最適という観測がなされていた。まず2004年、平成16年10月1日に、山内製薬と藤沢薬品工業の一般家庭向け医薬品事業を統合し、ゼファーマとして分社化した2006年、平成18年に、ゼファーマは第一三共へ売却され、翌2007年、平成19年に第一三共ヘルスケアに合併され消滅した。 さらに2005年、平成17年4月1日には、本体同士が合併、アステラス製薬として、スタートを切った。法律上は、山内製薬を、存続会社とする九州合併の形を取り、本社ビルも、旧、山内製薬の本社ビル、東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号、をそのまま用いているが、精神としては、 あくまで対等合併という建前を取り、社名も古いブランドを捨てて、新しい名称を名乗っている。もともと業界3位であった山内と5位であった藤沢は合併によって武田薬品に次ぐ2位に浮上した。ただしその後の第一三協の誕生によって、再び3位に。初代社長には、旧山の内の武中東一が、就任、旧藤沢の青木初男は会長に収まった。 2006年、平成18年6月には新社長に、藤沢出身の野木森、宮城香織が就任している。国内製薬業界は三強、武田、第一三強、アステラスを軸に再編されたが、三社ともファイザーなど、世界のメガファーマに比べれば、まだまだ規模は小さく、アステラスは、世界業界20位、さらなる再再編を予測する声もあり、 今後の動向が注目されている。さらに、主力医薬品の特許期限が切れることで大幅な減収が危惧される2010年問題に対処すべく、有望な新薬特許や技術を持つ海外の製薬企業を買収する動きも拡大しており、主力商品のプログラフとハルナールが相次いで特許期限切れを迎えたアステラスも積極的に M&A を行っている。 2007年、平成19年には、抗体薬の技術を持つアメリカのバイオベンチャー、アジェンシス、エイジェニシス社を3億8700万ドルで、買収した。2009年、平成21年1月には、同じくアメリカのバイオベンチャー、CV セラピューティックス、CV セラピューティックス社に対して1株16ドル、総額約10億ドルの買収提案を行ったが、CV 社は拒否。 アステラスは1株16ドルで TOB を強行し、敵対的買収に乗り出す。しかし、同年3月12日、アメリカの大手バイオ製薬企業であるギリアド・サイエンシズが、アステラスを上回る1株20ドル、総額約14億ドルを提示して、CV 社と友好的に合意、ホワイトナイト。アステラスは3月16日付で TOB を中止、買収を断念した。 2010年、平成22年1月には、顔領域に強みを持つ、同じくアメリカのバイオ製薬企業、OSI ファーマシューティカルズ、OSI ファーマシューティカルズ社に対して1株52ドル、総額約35億ドルの改定案を行った。当初 OSI 社は、提案を拒否。アステラスは、同年3月から1株52ドルで TOB を強行するなど、一時は、 敵対的買収の様相を見せていた。しかし、同年5月17日に、アステラス側が、TOB 価格を1株57.5ドル、総額40億ドルに引き上げたことで、両者は、有効的買収で合意。同年6月8日の TOB 成立、翌9日の略式合併により買収が完了した。2012年、平成24年10月1日現在、 いずれも子会社のアステラスファーマテック株式会社の事業所の当社の発足に伴い、旧山内製薬株式会社と旧藤沢薬品工業株式会社のグループ会社の商号変更並びに再編が行われ、その後も細かな統合などが行われている、日付の記載がない企業は、当社の初と同時に再編、称号変更以下の製品は、 リトアニアリタスファーマ株式会社に販売移管、括弧内の日付は移管日。以下の製品は株式会社サンは科学研究所に販売移管、括弧内の日付は移管日。以下の製品は丸石製薬株式会社に販売移管、括弧内の日付は移管日。以下の製品はファイザー株式会社に販売移管、括弧内の日付は移管日。 以下の製品は株式会社オーファンパシフィックに販売以下ん、カッコ内の日付は以下んかつて旧藤沢薬品時代に EZTV の番組スポンサーだった縁で新規に提供へ着いたと見られる。報道ステーションの提供を降りていた時期と重複している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。